コンクールに入りましょう。はじめは松山市立湯月小学校です。合唱の前に学校の様子をご紹介しましょう。湯月小学校は有名な道後温泉にほど近い静かな住宅街になります。暖かく鮮やかにたくましくの校訓のもと、全校児童1000人余りが心を一つにして頑張っています。コーラス部は器楽部も兼ねておりまして、学校や地区の行事で一年中忙しく、4月の道後温泉パレードなどに参加して、このコンクールが終わるとすぐ運動会に向けて器楽の練習に励むことになっております。それでは湯月小学校の皆さんに歌っていただきます。はじめに課題曲、山川圭介作詞、南康夫作曲、山があって海がいて、指揮は浅雲明美先生、伴奏は峰本恵子先生です。